前半のハイライトをご覧いただきます。まず第1マッチのダブルスは日本ペイントが相馬、松平、日本生命がチャン、ジャン。まあ日本ペイントマレッツの方はこの相馬チャン選手、練習を合わせたのが一昨日、昨日というね。そうですね、はいはい、練習時間は、ね、短かったとは思うんですけれどもね、はいはい、よく頑張ったと思います。2対0で第1マッチを日本生命が取って、そして第2マッチは加藤、そして早田の対戦でした。日本生命の早田、そして日本ペイントの加藤、お互い逆チキータを応酬しましたけども、もう競ったところでの最後、まあ、第1ゲームの途中までは本当どちらがとってもおかしくないという流れでしたよね。そうですね、1セット目ね、加藤選手取ってればまたね、はい、違う流れになってたんじゃないかなと。そしてその後も接戦を